こんにちは、パルです。今日はですね、ウェブ集客の仕組み化というテーマでお話したいんですけど、この仕組み化ってね、興味ある人多いと思うんですよね。で、一般的に考えられている仕組み化っていうのは、例えばランディングページを作って、そこで無料プレゼントをあげて、リストを取って、メールマガをね送って、フロントエンド、バックエンドみたいな、この流れ、この一連の動線を作ることが仕組み化だっていうふうにね考えられているんですけど、そもそもこれは機能しなかったら意味がないですね。リストに、ランディングページに来ないとか、来てもメールマガに登録しないとかね、フロントエンド売れない、バックエンド売れないっていうんだったら、仕組みにならないわけですよ。あれはあくまでも仕組み化の一部の形に過ぎないので、じゃあその仕組みを機能させるためにどういうふうにすればいいのかっていうのを今回ね、お話していきます。で、全体像みたいな話になるんですけど、まずはターゲットっていうのがありますよね。必ず自分のビジネスにはターゲットとなる人、誰にでも売りますみたいなビジネスってないと思うんですよ。だから、ターゲットを明確にする必要があるわけですけど、例えば40代男性サラリーマンとかね、っていう感じで、ちょっとこんなざっくりとしたターゲッティングはないと思うんですよ。一応例として、40代男性サラリーマンみたいなね、ターゲットがありますね。で、見込み客っていうのがいると思います。ターゲットと見込み客っては違うんですね。見込み客って買う見込みがある人だから。ターゲットの中には、絶対に買わない人がいる。わかります？無料だったら話聞くけど、有料だったら絶対買わないみたいな人。だからこの人たちは見込み客じゃないわけですよ。40代男性サラリーマンの中にも、自分の商品買う人もいれば、買わない人、興味のない人もいるわけじゃないですか。むしろ興味のない買わない人の方が多いわけですね。でも買わない人の中には、買う見込みのある人もいれば、絶対に買わない人もいるわけですよ。だからこのターゲットと見込み客はイコールではなくて、ターゲットの中に見込み客がいるっていう考え方。で、どういうふうにすればいいか、いろいろやり方はあるんですけど、例えば僕のケースで言うと、僕は個別相談を全部有料にしてるんですね、基本的に。講座生とかコンサル生は別ですけど、そういった事務商品を買ったことがない人に対しては全部有料にしてるんです。っていうのは、そうすると、無料でね、だったら行くけどみたいな人は来ないわけですよ。冷やかしにね。お金払うんだったら行きませんみたいな人は来ないわけですね。お金払ってでも相談したいですっていう人しか来ないから、こういう絶対に買わない人は来なくなるわけですよ。これも仕組み化の一つですよね。ターゲットと見込み客の違いっていうのをまず理解する必要があると。で、この中にもですね、いろいろ段階があって、コールド、ウォーム、ハーツですねっていう、この3段階の関係、これは相手との関係性です。自分と相手との関係性。見込み客の中にも、自分のことを全く知らない人もいれば、もうすでに信頼関係ができているとか、あるいはもうファンですみたいな人もいるわけですね。当然、ここに投げるメッセージって変わってくるわけですよ。自分のことを全く知らない、ほとんど知らない、興味がない人と、もうファンですみたいな人。このファンですっていう人は、もう正直、これ商品ですよっていうだけで買ってくれるから、余計なことをごちゃごちゃ言わなくていいわけですね。で、こっちの人は自分に対して興味がないわけだから、この人にはまず興味を示してもらう必要がある。信頼を作るためには、まず自分の話を聞いてもらわないといけないから、聞いてもらうための状態を作る。具体的に言うと何をすればいいかっていうと、フックですね。フックっていうのは、思わずこう立ち止まって聞いてしまう。え、何それみたいな。続き聞かせてみたいな。強烈なオファーをするとかね。すごい興味ありますみたいな。相手はまず目を止めてしまうようなものをフックっていうんですけど、フックを強くする必要があるわけ。こっちのコールに関しても、そうしないとそもそも話を聞いてくれないから、その信頼構築、情報提供とかね、そういうものっていうのはもうこの段階ですよ。興味ありますみたいな人たちに発信するから聞くわけだって、そもそも興味ないんだったら聞いてくれないわけですから、ここに聞いてもらうための発信をするために、フック、意外性のある話をしたりとか、そういう話をして、まずは聞いてもらうと。だからこっちはフックが強い必要があるし、ホット、もうファンですみたいな人、フックなんかいらないですね。フックなんかなくても聞いてくれるから、で、買ってくれるわけなんで。だからこっちに行けば行くほどフックが強くなって、こっちは別にフックがそんな強くなくてもいいみたいな、そういう考え方ですね。だからこの、こういった形の仕組みを考えていく必要があると。で、この相手との関係性っていうところで、これをどういうふうにね、この段階を上げていけばいいのかっていう話ですけど、これはですね、僕なりに導き出した方程式っていうのがあって、接触頻度ですね。頻度かけることの
価値、自分が与える価値ですね、かけることの実績、この方程式で成り立っていると僕は思うんですね。やっぱりたくさんこう相手と、ね、接触した方がどんどんこう信頼とか、ね、関係性は近くなっていきますよね。それはまあ日常生活とか人間社会においても一緒だと思うんですよ。一回しか会ったことがない人よりも毎日のように、ね、たくさん会ってる人の方がどんどんこう、まあ、仲良くなっていくとか親密になりますよね。接触頻度がどれだけ高いのか、でも接触頻度が高くても自分が与えている価値が低かったらやっぱ信頼なんかできないわけですね。しょうもない情報とかね、チャット GPT で適当に作った、ね、寄せ集めのゴミみたいな情報ばっか与えても信頼なんかできないわけですね。で当然価値は必要だと。でそこに実績が乗ってくると強いわけですよ。これどういうことかっていうと、例えばネットビジネスをこれから始めたいみたいな人がいるときに、私はネットビジネスで1億円稼ぎましたみたいな、ね、人を例えば YouTube かなんかで見つけたら一気にグワーっていくわけですよ。まあ、この人すげえみたいな感じになるわけですね。そういう場合はここがめちゃくちゃ高いからゴミみたいな情報を出してても一気にホットになるわけですよ。もう神のようにね、教祖様みたいな感じで神のように崇めるみたいな、この実績が抜群に高いからそうなるわけですね。だから接触頻度で価値という実績、ここが低いとやっぱ接触頻度価値を上げてもなかなかこの段階が上がっていかないんで、どこを上げていくのか、まあ、実績ってのはそう簡単になかなか作れないってなると、まあ、できれば接触頻度を上げるとか自分の情報を少しでも高めるような、ここはまあ努力でなんとかなる部分なんで、こういったところで、ね、相手との信頼を積んで、この段階をどん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 上げていくという考え方ですね。でこれができて初めてさっきの動線が機能するんで、ここまで考えて仕組み化ですからね、その点だけ気をつけてください。